はい、松田啓太です。動画をご覧いただき、ありがとうございます。今日もですね、イタリアンナースのヒントだったり、アイデアを治療科のあなたにお届けしていきたいと思っています。今日はですね、この痺れの話、痺れの原因と治療についての話をしていきたいと思っています。で、特にですね、あなたがもし痺れの治療をしてるんだけども、まあ、やって、この治療をやるんだけども治らない。もしくは、例えばね、こう筋肉に対して治療してって、その場合はいいんだけど、また出てきてしまう。てか、まず痺れに対してどういう治療をしていいかわかんない。そんな人であれば必ず見てください。で、なぜそれをするべきかっていう、なぜ知るべきかっていうと、この痺れの原因がわかっていないと、今日話していく広汎性血流性ですよって話ね、原因がわかっていないとですね、何を治療していいかわかんないです。で、もし今治療をして、治せてる。ね、治った経験があったとしても、その原因が分かってなければ、なんで治ったか分かんないですね。それは治療じゃなくて、ただの、こうやってダーツ投げて当たった、そんな感覚と一緒なんですね。意味ないです。で、それはあなたの治療科の、まあ、レベルを上げるんではなくて、あなたがただそこをやったら治ったっていうだけです。ね、本当に狙って治していく、本当に根本的に治していくのであれば、必ずこの原因を知っていく、そしてそれに対して治療していくってことです。ぜひ知っていただければと思います。はい。でですね、実際にちょっとお話をしていくと、まあ原因っていうのはね、これ簡単に言うと痺れの原因は2つです。2つ。大きくは2つです。それ以外もありますけど、2つです。まず1つ目ってのはここ書いてます。広汎性って言いますね。広汎性。これ何かって言ったら、まあ、グッと。多分これは神経だとしたら、これをグッと挟まれてる。ね。挟み込まれているっていうことによって痺れが起きていますっていう、広汎性障害。これがですね、痺れの全体の 49% だと言われてます。そして、二つ目、血流性です。これは、神経ではなくて、神経を感じるための感覚の受容器だったり、皮膚だったりに行ってる血液が止まることによって、この神経ではなくて、この血管ですね、血管を圧迫して血流量が減ることによって、痺れが出ているっていうもの。これが 33% 全体のね。まあ、3人に1人はこれだよと。ね。2人に1人はこの広汎性だよって言われています。なんで、まあ、2つ合わせて、大体もう 80% か 90%、ほとんどの痺れっていうのはこの2つでできているんだということを覚えてください。じゃあ、具体的に広汎性障害って何なのって言われると、まあ、代表的なのはこれ、脊柱管狭窄症ですね。脊柱管狭窄症。まあ、背骨のところが狭くなって、ね。神経、こうやってね、背骨がこう、ありますよね。背骨があって、こういう風になってます。で、この背骨のところがギュッと狭まることによって、この神経を圧迫して、ね、神経っていうのは基本的にこの頭から出てますから、こうね、頭から出てて、ギューッと下を通ってきて足まで伸びてる。で、ここで、まあ、狭くなってしまう。例えば、滑ってしまって、脊椎が滑ってしまったりとか、ヘルニアで押してしまったりとかっていうのは、狭窄症があると、ここで圧迫加えます。圧迫加えると、ここから下がビーッと全部痺れてきますと。ね。これは広汎性。だから神経をこう圧迫されちゃうんですね。神経っていうのは基本的にこうやって、ある程度の大きさがないといけませんけど、これを圧迫されてしまうと、神経は電気で走ってるので、電気が走ってるので、その電気が走りにくくなって、まあ、逆にこう痛みが出てしまう、痺れが出てしまうってことが起きちゃう。これが、痺れ、広汎性障害ってやつですね。これが、まあ一般的に言われてる痺れなんですけど、これ全体の 50% ぐらいしかない。ね。二人に一人ぐらいしかないってことを覚えてください。だから、脊柱管狭窄症だねって言われたからといって、痺れがそこから来てるか、来てるわけではないっていう可能性もあるってことですよ。ね。脊柱管狭窄症ですねって診断されても、骨は圧迫してたとしても、神経はそんなに圧迫されてなくて、逆に血流性で痺れが出てる可能性もあるんですよね。ってことであれば何が起きてるかっていうと、手術しても治らない。あ、全然治らない。全然、逆に傷口が痛くて、腰痛が激しくなった、痺れ激しくなった。こんなことよくあるんですよね。だからちゃんとこことここの違いを知るべきですね。じゃあ、二つ目。血流性って何ですかって話になると、これはもう簡単です。正座ですね。皆さん、正座したことありますか？多分あると思います。で、正座をしてると、まあ、10分ぐらいすると足の先がピリピリしてきて、みたいな感じになりますよね。あれが血流性ですね。あれは、結局膝の裏のですね、頸骨動脈ってやつを圧迫することによって、この神経ではなくて、神経と一緒に走っている血流をこう止めてしまう。血流っていうのは基本的に人間の体の中の細胞をこう、なんか栄養素を渡したり、老廃物を流したりしますね。けど、これ血流量が減っていくと、まあ、簡単に言ったら感覚受容器っていうその痺れだったり、こう触ってる感覚とかを感じる受容器に栄養がいかなくなるんですね。そうすると、まあ、虚血性って言って、血が通わないことによって、まあ、感覚受容器とかが、あ、なんかおかしいぞ、大丈夫かって、こう、信号を発し出すんですね。
なんか血流が来ないけどみたいな、栄養物資が来ないぞーっていう感じですね。おい大丈夫かーってこちらからこう発信をしていく、まあ、それがしびれとして出てくるって感じですね。それが血流性。でも血流性っていうのは分かる通り、正座してても立ったらまあ何秒かする、まあ1分ぐらいすると大体戻ってくるんですね。だから血流量がちゃんと戻ってくれば治りますね。ああ物資が来たみたいな感じですね。いやまあそのまあどこか分かんないですけど、まあ物資が来た、大丈夫だっていう状態ね。物資が来ないと大丈夫かーってね、こちらから発してるんですね。これ血流性障害で、まあ、両方ともなんですけども、基本的にはこうビリビリするとか、痺れる。ね。あとは、まあ、鈍い痛みがあるとか、なんかこの辺なんか、皮が一枚ある感覚がある。これも、ちなみに痺れの一部だと思っていただいた方がいいですね。ほとんど一緒です。ね。これがビリビリしてんのか、なんかこう触ると一枚皮がある感じがするのか。まあ、そういう違いだと思ってください。ね。人によって違います、出方が。ね。ここまでお話をしました。じゃあ、原因が2つあるぞと。ね、こういうもんなんだ、こういうのも分かりました。じゃあどういうふうに治療していくべきかっていう話なんですね。どういうふうに治療していくべきかっていうと、まあこれは簡単で、脊柱管狭窄症って広汎性障害っていうのは、これ結局圧迫している場所が神経なのか、いいですか、神経を圧迫してるのか血管を圧迫してるのかの違いになってくるってことですね。そうなので、血流性障害なのか、広汎性障害っていうのは、どっちが痺れなんだっていうふうに識別するのはすごく大事です。で、大事なのは、この血流性かどうかを判別できれば、こっちじゃないってなったら、こっちの可能性が高いってことですね。で、どうするかっていうと、血管ですね、この神経と同じように血管も走ってます。で、こういうふうに圧迫される場所が一緒で、こういうふうに流れていくと、結局神経が圧迫されて下が痺れてるのか、血管が圧迫されて下が痺れてるのかって話になってきます。で、血管が圧迫されると何が起きるかっていうと、この圧迫されたところから下の血液っていうのは、脈が少なくなる、低くなる、触りにくくなるってことがあります。そうなんですね。なので、血流量、右と左で、例えば右側に痺れが出てるんだけど、左側に痺れが出、痺れはないって状態であればですけども、まあ、ぜひですね、皆さんやってほしいのが、この膝の裏のあたりにですね、こう、脛骨動脈と言いまして、でっかい血液があります。で、ここをね、右と左触ってもらって、もし、痺れてる方ですね、痺れてる方の血液量、まあ、毒、毒ってなるじゃないですか。この血液量、この膝の真裏ですね、真裏のところ、ここ触ってもらって、ドクドクっていうのが少ないのであれば、少ないのであれば、血流性の可能性があります。非常に簡単ですよね。だから、圧迫されてるところから下に血流が行きにくくなるわけですよね。血流性であれば。けど、血流性じゃない場合は、膝の裏触ってもらうと、両方とも痺れてても痺れてない方も、ちゃんと脈拍、ドクドクドクっていうのを感じます。ね。ってことであれば、どっちも感じると、左右どちらも感じます。ってことは、広汎性障害の可能性があるなってことですね。逆に、右側が痺れてて、左側が痺れてない。で、右側の方が脈が触りにくい。なんか減ってる。ね。なんかちょっと遅い感じがする。遅いというか、なんか触りにくいなって感じがするんだったら、もしかしたら血流性障害じゃないかと。ね。原理は一緒なわけですよ。血管圧迫してんのか、神経圧迫してんのかって話です。ね。じゃあ、どっち圧迫してんのか。ね。これは血流量であれば、ここの血流の周りにある筋肉だったり靭帯っていうところがどこなのかっていうところを探すべきですし、まあ、神経、血流性じゃないなってなるんだったら、神経の近く、どの走行のあたり、あ、梨状筋が硬いな、梨状筋かな、ね、もしくは、あ、大腰筋かな、大臀筋かな、中臀筋かなっていうふうに調べていくと、あ、神経が原因だ、あ、血管が原因だってところから、その治療ができるようになってきます。ね。なので、皆さんぜひね、覚えててほしいんですけども、実際のじゃあ治療どこするのっていうところはね、次回の動画でご紹介しますけど、今日は実際の原因と治療ってところで、どういうふうに評価するのか、ね、まとめていくと、痺れっていうのは広汎性障害と、ね、血流性障害、この二つがあります。で、広汎性障害の場合であれば、こういうふうに脊柱管狭窄症。血流症であれば、正座をした後、みたいな形です。で、これは識別をするのがすごく大事です。で、広汎性ってのは分かりにくい。ね、どちらかというと、神経圧迫してるのか、ね、血流圧迫してるのかっていう違いです。ね、でも神経圧迫してるかどうか分かりにくいので、この血流かどうかっていうのを判別してください。どうするかっていうと、下半身であれば膝の裏にある脛骨動脈を触ってみる。もしくは、足首の内側にある、まあ、後脛骨動脈っていうのがありますね。そこを触るっていうのも一つ手だと思います。で、それを触って、右側、左側の左右差が血流量がないのであれば、広汎性障害の可能性があります。
左右差があるのであれば血流性障害の可能性があるので、じゃあ血管の近くどこの筋肉かな、靭帯かな、で軟部組織かなっていうふうに考えていく。ね、やっぱり血流性障害じゃない広汎性障害だったらこの神経のとこね、例えば梨状筋だったりとか大臀筋中臀筋、このあたりを直していくっていうのは大事だかな、大事じゃないかなっていうふうに見ていくね。こういうふうに識別していただくと非常にですね、しびれっていうのがどんどん見えてきますので、まあ、ぜひですね、明日からの臨床で皆さん使っていただければと思います。はい、ということで今日ね、これで終わりますけど、今日の話よかったらぜひですね、しびれのセミナーやってますので、下の方からチェックして、そちらの方からですね、今週の日曜日開催します。ぜひそちらの方から詳細確認してみてください。はい、あとですね、今日の話よかったらぜひチャンネル登録、あとはいいね、高評価必ずお願いします。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。